パツールは複数のアーカイブファイル、圧縮ファイルに対応したコマンドラインファイルアーカイバである。Python で書かれており GNU、GPLV3 GN のもとで配布されている。パツールは TAR や GZIP などのフロントエンドであり、共通の UI でこれらのコマンドが扱うファイルフォーマットを操作することができ、ファイルフォーマットによって異なるコマンドやそのオプションを覚える手間を省くことができる。 アーカイブの展開、アーカイブ内のファイルの一覧を表示、アーカイブの作成、アーカイブのテスト、アーカイブの比較、アーカイブ内のファイルの検索、アーカイブの再作成、アーカイブの再圧縮を行うことができる。ファイルフォーマットは、ファイルや拡張紙によって判断され、ファイルフォーマットに対応するコマンドが実行される。それぞれのアーカイブを扱うには、 対応するコマンドがインストールされている必要がある。パツール、クリエイトフー、タール、XZ。パツール、エクストラクトフー、タール、XZ。パツール、リストバー、7Z。パツール、リパックバー、7Z バー、ZIP。ありがとうございます。